どうもこんにちは、こんばんは、ゆうにです。いつも動画を見ていただきましてありがとうございます。最近僕が住んでいる岡山でも緊急事態宣言が出て、日帰りでねどっか行ったりですとか外に出歩くっていうことが少なくなってしまいました。その中で今日は僕が普段ですね持ち歩いているこの今背負っているこのサコッシュの中身っていうのを今回紹介できればなと思っています。以前の動画で僕の仕事のバッグの中身の紹介をさせていただきました。あれは仕事編ということで紹介させていただきましたけれども、今回僕がプライベートでちょっとそこまで行く時のサコッシュの中身っていうものを紹介していきたいと思います。あんまり遠出をすることもなくなったので、最近はこのサコッシュ一つで問題なく行くような形になってますので、よかったら参考になればなと思っております。でまず、僕が使っているサコッシュは最近こちらをもうずっと使ってます。無印良品のサコッシュですね。でちょっとここにこういったものをつけているような形になります。でこの無印良品のサコッシュもう本当にね低価格なのに、ポーチにもサコッシュにも使えるっていうすごく便利なものだなと思って愛用してます。でこちらのですね、カラビナみたいなものがついてますけれども、このフックを外していただくとポーチにもなるっていうところで、これからですねコロナが収束して旅行行く時もポーチ兼サコッシュとしてどんどん使えるものになりますので、もし気になっている方は使っていただけるといいかなと思います。では早速サコッシュの中身一つずつ見ていきたいと思います。開けるとですね、まず見えてくるのが実はこれなんですね。DJI のオズモポケットになります。僕もですね YouTube をさせていただいてますし、普段気になったものを写真なり動画で撮るっていう風にしてるんですけれども、このオズモポケットはやっぱりですねポケットというだけあって、手軽にですね動画なり写真が撮れるというところでやっぱりいつも愛用してます。基本はですね僕の iPhone12 mini で動画も写真も撮ったりするんですけれども、最近この手ぶれ機能もすごくいいんですけれども、やっぱりこのジンバル付きの、オズモポケットというのは全然手ぶれしないので、この2つを取ってですね気軽な動画っていうのを作れればなと思っていつも持ち歩いているような形になります。このオズモポケットが入ってます。で次に見えるのはこういう入れ物ですね。これはですね以前ちょっと紹介した動画があるんですけれども、僕が行った小島という岡山の観光地でコーヒー屋さんがあるんですけれども、そこで飲み物がこれに入って売られています。それを飲んだ後これを洗って実は使っているような形になるんですけれども、これに水を入れたりとかして普段持ち歩いているような形になります。無印良品さんの方で同じようなものがありますけれども、サイズ的にもこれがぴったしなので普段これを持ち歩いているような形になります。ちょっとですね歩いたりとかする時でも、これから夏の時期とかどんどん喉が渇くかと思いますので、水分補給のために持ち歩くっていうような形にしています。コーヒー屋さんで購入したボトルです。はい、続きまして財布類ですね。で最近ですね僕長財布も使ってたんですけども、ずっとこの無印良品の、トラベルウォレット、トラベルの財布と、あとこちらのポールスミスの小銭入れなんですけれども、この2つでもうずっと最近はやっています。必要なカード類と小銭とお札、これだけをこれに集約してもう持ち歩くような形になっています。やっぱりこれで一番コンパクトに済むっていうところもありますし、財布が小さいとですねあんまり最近お金も使わなくなったので節約になっているのかなと思います。これもねまたちょっと気に入ったものが出てきたら変わっていくかもしれないんですけれども、とりあえずはこの2つを使っているような形になります。それでは最後ですね、こちらです。これも無印良品で買ったポーチですね。縦型のポーチになります。でこの中にいろんなものを、ケア商品が中心なんですけども入れてます。何を入れてるかというと、この無印良品のフレグランスと、あとはこれも無印良品で購入したコロコロですね、携帯のコロコロを入れてます。あとはこれはですね僕の親戚が海外にいて、たまたま僕の結婚式の時にね戻ってきてくださっていただいたジェルですね、消毒ジェルです。これちょっと独特な匂いがするので好き嫌いあるかもしれませんが、市販されているジェルをもらいました。あとはリップクリームと、目薬ですね、とあとは、これは薬類を、入れてます。胃薬とかですね頭痛薬とかを入れているような形になります。これらを一式ですねこのポーチの中に入れていつもケア商品として持ち歩いているような形になります。特にこの中でも、よく使うのは消毒のジェルとかもちろんなんですけれども、フレグランスとですね、あとこのコロコロはやっぱりいいですね。もしね洋服が汚れてしまった時とかはこういった形で、コロコロとできるような形になりますので、
まあ、非常にですね使いやすいものになってます。でサコッシュの中身は、これが以上なんですけれども、さっきですね冒頭で話したサコッシュにつけてるこちらですね、これも紹介したいと思います。でこういった形でカラビナについてるんですけれども、実はこれ何かというと、エコバッグになるんですね。いろんなねエコバッグ、使わせてもらってます。で仕事に行く時とかはですね折りたためる本当に薄いエコバッグとか別の動画で紹介してますけれども、それを使ったりとかしてますが、最近はですねこれをずっと使ってます。これはですね非常に面白い商品で、クラウドファンディングで僕は実は2つ持ってるんですけれども、1つはこれより小さいサイズで、1つ最近ですねこのエコバッグがクラウドファンディングから届きましたので最近ずっと愛用してます。で何かというと、引っ張り出すとエコバッグになるんですね。でこれはもう肩掛けができるサイズ感です。まあ、ちょっとねくしゃくしゃっと入れてるので、こういうねくしゃくしゃのエコバッグになってるんですけれども、スーパーとかで買い物するサイズはもう本当にこのサイズ感が必要なので助かってます。で商品名はくしゃまるという商品名になります。でこれちょっと僕も調べたんですけど、 Amazon とかねそういったところではまだ販売されてないので、買える方はちょっと限られてるかもしれないんですけれども、何がいいかっていうと、この引っ張り出してすぐ使えるっていうのもそうですし、あとですね、まあ、基本的に袋とかついてたりとか折りたたんで入れないといけないっていうのがエコバッグの常だと思うんですけれども、これは本当にもうこの筒状の、この中にこうくしゃくしゃっとですね、名前の通りくしゃくしゃっと入れるだけで収納がきれいにできちゃうというようなものになります。これいいですよね。僕ちょっと大型なんで、もう雑にですね畳んだりとかして変な型ついたりですとか、あとは収納できなかったりとか、ちょっと収納するのに時間かかったりとかすることがあったんですけれども、このくしゃまるという商品、エコバッグを使ってからはですね、もうエコバッグを持ち歩くのも楽しみですし、全然ね苦じゃないというところがですね本当に嬉しくて、これをずっと愛用してます。まあ、これがですね今後またAmazon とかで出たらですね、僕の方でも紹介はしていきたいなと思うんですけれども、こういったね商品っていうものがですねクラウドファンディングにもいろいろ出てるみたいなので、もしねクラウドファンディング興味ある方はチェックしてみてください。ちなみにこの商品は幕開けというクラウドファンディングのサイトで僕は見つけて使っています。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。まあ、サコッシュの中身ということでそこまでですね入れてはなかったんで短い動画になってるかもしれないんですけれども、まあ、こういった形で、まあ、自分のお気に入りのものをやっぱりサコッシュの中に持ち歩いてですね、ちょっとそこまで行く時でもですね、まあ、何かあった時に対応できるとか自分の気分を上げるとかということをしていけばですね、まあ、こういう自粛期間の中でも楽しく毎日を過ごせるのかなと思っています。それでは今回動画最後まで見ていただきましてありがとうございました。僕の動画ではこういった形で暮らしを少し豊かにする情報ですとか旅の情報っていうものをどんどん紹介していきたいと思っておりますので、気になる方はグッドボタンまたチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。